晴れている地域でも天気急変に注意が必要です。今日、はい、ざっと降る雨の可能性もあるんですよね。そうなんですよ。群馬県からね、こうもくもくとした雲が、まあ、もう見え始めている状況なんですけれども、はい、関東は主に内陸部中心に、あと東北エリアでも山沿いを中心にですね、午後にかけてのお天気の急変要注意ということになります。はい、現在はですね、まだ広くこう晴れているんですよね。かなりですね、こう青空、まあ、雲が全くないような、まあ、エリアもあるものの、ところどころで山沿いの方はもう雲が発生をし始めております。はい、でこの後は局地的に言いながら雨雲として発達をしてくる可能性がありまして、やはりですね、天気の急変広く要注意ということになりますね。こう雷の発生の可能性というのもありますか？可能性あります。というのは今日地上付近がかなり気温が上がっているのと、あと上空が寒気強くてですね、地上と上空の温度差が大きく、雲の背丈がかなり発達をするということになります。まあ、つまり背の高い積乱雲となって、それが雷をもたらすということも想定されますね。それでは雷雨発生の確率というのも見ていきたいと思います。はい、はい、それがこちらですね、赤色で表現されているところが高い確率となります。やっぱりこの内陸部中心の天気の急変とともに、あとは落雷、突風ですね、はい、お気をつけください。このように午後は各地でですね、大気の状態不安定となりそうです。はい、天気急変注意ですね。はい、雨というのはどこで降りそうですかね？はい、内陸部中心ですね。で、この後午後ですけれども、この山沿い中心に雨雲が急発達をしてきそうです。で、関東の南部に関しては基本的にはですね、南風が吹いておりますので、山で発生した雲が流れ込むということはなさそうなんですけれども、はい、逆に南の海上に雨雲点在をしておりまして、こういった雲が入ってくる可能性があります。この後も天気の崩れとしてはですね、範囲非常に狭いものの、関東は南からの雨雲の侵入にお気をつけいただきたいと思います。わかりました。怪しい雨雲の様子などはウェザーニュースのアプリからもご確認ください。